それでは、ね、だいぶ空いてしまったんですが、配信していきたいと思います。いや、だいぶ落ち着きましたね。あんまりよろしくないね。とりあえず、どの体だけ気にして、今、振り出しとかやってない。あれ？やってるのか？ やってないとか言ってね。おお、そうですね。やってますね。いやー、まあ、記憶っていうかな、今。ちょっと。あんまよくわかんなかったらいいのかな。こっち？いいかな。入って、まあまあいいんじゃない？とりあえず、大手だから、わけわかんないよ。もうどういう。ああ、いや、今のわかんない。なんだろう。いや、それは分かってない。角かな。あおやさん、こんばんは。いやー、ちょっとね、この、今の同角と飛ぶの？ちょっと分かんない。それはただ。あ、いや、そこはちょっと、よろしくない。銀の方がいいかな。あ、いや、銀じゃダメかな。あ、ちゅ。これ問題の時何したんだっけ？ 何したか分かんない。何したか分かんないんですけど。あ、いや、この銀出たんか。いや、単に取る。単に取るよって。逆になんでただなん？で、まあ、これ取って取って取ってばらせば何でもないんですよっていう、そういうお話？いや、そういう話っていうか、上がると角打たれて逃げて、すまないけど、まあ、言われてどうすんのっていう。ことですかね。まあ、これはまあ、あ、つか、角いた。角がいた。角がいました。見えてませんね。どうしよう。なんか誰か来るのを期待して、なんかキシンクイブでもやってるか。まあ、とりあえずですね、なんとか、まあ今、まともに喋れるぐらいには、なってると思うんですけど。まあ、これ金で受けたところでというような気もするんですけど。
まあ、しかし、銀打ちは別に詰めろでも何でもない。か？銀打ち、金、人々を引く。角持ってるから、初手金で詰むか？まあでも、それ以前にこっちが進む気がするけど、受けないと。桂成りど、いや、でも進まないか。本当？桂。桂成りど桂。飛車。飛車が突っ込んでくる手も、馬でありそうだけど、まあでも銀の方が厳しいかな、もしかして。ブブー。そんなことはない。やっぱ進む？取って取って。ごめんなさい。バラせばいいんか。バラせば。バラせば。済みでした。ただ、受けて、取って、取って、張り付かれて、この手がすごすぎてわけがわからない わけわからないんですけど。え？何これ？ 5 三桂同金を入れることで何の得があんの？まあ、受けるのは分かりましたよと。飛車に当てるのは、ああまあ、でも銀だとあれか。浮いたら、まあ、ごめんなさい。あれ？こうか。こうですね。はい。というわけです。受けないと歩を使って、詰みでしたので、詰みだったので、受けて、追いついてきたのをさらに受けて、で、この瞬間が、いやー、だから何これ。まあ、ここで一旦、この瞬間は、進まないだろうなというのは、まあわかるんですけど、また取って桂打ってきた相手しなくちゃなんないですけど。抜けると。それで角打って取っちゃえば、まあ収まるんじゃないですかと。なおかつ、多分ここの方向に受けてくるんで、銀なり同銀。同銀はなんか、え、吉さん、こんばんは。て、これなんかワンチャン桂取って同玉桂とかで急に寄ったりは、いやでもさすがに無理か。まあでも確かに3、4角で取れば、まあ、
なんか菌とかで張り付いてくるかもしれないですけど、大将、まあ、なんとか戦えそうですか？いや、まあね、そもそも まあ、この問題としては、まず、受けなきゃダメですよっていう、そこなんで あんまり、ね、攻め自体は、では、菊池さんと対局したいと思います。対局。相手の名前は隠さないになってますね。で、菊池さんは、ポデポデか。はい。では、よろしくお願いします。が分からない。どういうこと？よくみんな一応もう一応って言っちゃうんですけど、商用って複赤しないでねって規約に書いてあるじゃないですか。なんでみんな堂々と自分で晒すのっていう、そこがわからない。これがわからんのですよ。なぜバレないようにやらないんだって。あなたが後手です。対局開始。よろしくお願いします。でもまあね、とにかくこうすると、私も あんまり相手を覚えてないから、なんか友達の上限って結局今どうなってるんですかね。なんか友達できればできるほど上限が増えていくみたいな、そんな雰囲気があったんですけど、ちょっと相雁木ですけど、まあちょっと形が違いますよという、そんな感じですかね。と思ったらその金、あ、その金が上がってきたな。これは、こちらに囲うんですかね。私も右に囲う手はあるけど、まあこの場合は棒銀とかないから、角引いたりとかもしなくていいですし、まあ一回だけ寄っとくかな。ここに行く手もあるか。どっちがいいかな。まあどちらも合いそうですね。ただまあ、桂馬跳ねてきて角に当たる可能性があるから一応、こっちの方がいいかな。ちょっとこれが、あ、ケシさんこんばんは。あれこれあれか、一歩入手して。突き捨ては同角されるとちょっと嫌ですか？単に行こうかな。まあ、あんまりこれ、いい攻めではない気がするけどね麻雀してるんですか？向こうが、
何をするかですね。同歩同桂は嫌でしょうから、まあ何をしてくるかなんですけど、場合によっては歩突いて同桂同銀ってやっちゃって、同桂同金同歩ってやって、ああまあそっちからね。運が悪く嫌でしょ。まあ一回取っておいて、まあ同角で回ってこられるからいいですよっていう、そういう話ですか。取って角出てきて金、桂跳ねてきて飛車回り、まあでもなんか今日によって切り方とかいろいろな。まあそれでいけるかな。おっとそこが来るのか。あれこうやってそこで歩ついてくるってやる、あ次歩、次歩の次歩の方がきついんかな、もしかして次歩ってどんなもんなの。次歩は全然分かってない。歩打ちあるんかな。シャマール。ふ。三馬って切り方。いや、三馬切り方違うって、いや、牌が違うのに切り方同じだったら逆に怖いんですけど。つか、そもそもあの、手があるからドアの枚数が違くて、上がりやすさ優先っていうのは三馬は大きいにあると思うんですけど、いかがですかね。いやー、一回歩で取り込まれて歩で頑張れるかな。あー、安っか。山を取る、取る、取る、取る。それはいまいち、いやー、でもありそうですよな。こっちも歩成りが残ってるから、ワンチャンないのかな。取って、取って、そう、今、この角助かんないんですからね。歩持ってたら助かるけど、ないからね。で、そっち入ってきて、いやー、これさ、まあでもすまない。でもやばいけど、いやー、歩成りでなんとかなんない。攻めてるところが違いすぎてダメか。攻めてるところが違いすぎてダメですか。将棋配信が、いや別にそれは構わないと思うんですけど、だってどうせ盤面のこと大して喋れないですから。いや難しいよ。いやこうやってこの銀どっか行っちゃうと、まあこっちの銀がタダなのかっていう、そういう話。まあ一回取るかな。取って取って、で、角引いてって狭いだけ？金。いやーでももう取る。取る。取る。いやーこれはおかしすぎる。ダメだよこんな形にしたやつ。
今この瞬間はこっちの方が駒を取ってますけど、そういう問題ではないって。まあワンチャン同銀で取っちゃってっていうのは、いえ、なんで同角の方がいいかな。これなんで何捨ててきたの。角桂跳ね取っ、まあ取って取って、引く歩取る、いやー、ぶち込まれてどうだか分かんない。5分。角を渡すのが果たしていいのか悪いのか、まあいいわけないんですけど、いや角渡すとな、こうこっちから攻められる手があるんですよね。ただまあもうここ無視してというのはあるかもしれないが、無視してなんかこっちから攻める手があればいいんだけど、桂馬が案外欲しいから何もしないで桂馬が入るのを待ってるというのはあるかもしれないけど、一回歩っとく、歩っといて、実は安全説、歩。いや、歩は金を垂れ、金、取って取って金を垂れるか、取って取って、歩なってきてやばい。あえて金打っちゃって、相手の種を、攻めの種を消す。無視して突く。ただのバカだ。自爆ですよね。いやー、何がいい？まあでもそもそも、向こうの、あれか、飛車走ってきたときに、と金さえいなければ飛車なってワンチャン勝ちみたいな可能性があるか。てか、だったら角出た方がいいかな。角なって桂ならずで取って、3分。角取ってきた瞬間に飛車なって済まなければ大丈夫みたいな、そういう話が今年やかにふやかれているんですけど、いやーでもそれ勝てないか。だってなったところで、まあ、下スカスカだけど、いやーちょっと勝負してみようか。それでね、そっちなのか。え、これはどう、え、これはどうけど、ん、あの、どういうことだ。え、これはどうけじゃいかん。金打たれて終わるんだよね。いやーでも取るしかないのか結局。まあでも桂馬とかで厄介か、結局。あ、そっち？これはなんだ、どういうこと？これは銀上がると銀取ってくる。まあでも銀取ってくるのは別に大したことじゃない。いやー、逃げると？
なんだこれはどういうことなんだ。角、まあ仮に桂馬打つとしたらここかここだと思ったのに、まあこっちの方が厳しいんかな。それってそんな大したことないよ。むしろ桂馬取っちゃう。いや桂取っ、まあでも桂取っても歩打たれて銀とかないか。まあ、と金離れていったんで、もう。1分。桂馬でも、すっかり、いや、飛車なのか。あ、これは友体ですね。まあ、名前出してるから、なんとなく察してくださいという感じなんですけど。これも別に進まんよね。いや一回を引く引く逃げ、いや呼ぶ。30秒。いや分かってない、全無視の状態なんですけど。いやでもこれ取って取って取って逃げ、ある取ったら逃げ、取ったら逃げなのかどっち、金、はい、取って金取る、取る取る、いやだダメか、ダメだな。なんかまあでもね、これで確実な攻めをされたらもうどうなってんだか分かんない。あーいや そこでか。そこでは確かにつらい。いやーちゃうな。10秒。いやーダメですね、ダメすぎる。もう自分がダメだしな。こんな時もありますよ。どうなってますかね。まあこれだな。攻め合い、いや、確かにこの歩が同金で角いで、見た目きついけど、この角、飛車回ったら角立つかないか、まあ、これがどうなのか、菊池さん対局ありがとうございました。これがまあでも、やっぱね、玉に近いから、これ仮に私が若干、有利だとしても、まあ、形勢いいとはちょっと思えない。うん。攻めてるとこは近いすぎますからね。あれ、あと、なんだろう。ここは、なんだろう。桂成で来る、あ、桂成らずで来ると思ったんですけど、それじゃちょっと攻めきれちゃうと思ったんですかね。桂成らず同桂飛車みたいな、それじゃあ攻めきれないか。あ、歩同桂同桂同角でもまあやっぱりここかな。ここう
知恵で結構厳しいと思ったんだよな。いやでもこれ同角同飛車で案外大丈夫なのかな。それか角の方を攻めるか、なんか銀の方を攻めるのはなんか、が違うよな。いや、ここまでは、もう もう絶望的さだったような気がするんですけど。三五桂が、このと金引いていくのが瞬間的に。で、まあ、やっぱりね、この時、銀回引いとくんでしたね。銀回引いて銀取ってみたいな方が良かったかな。うん、この動きはやってからちょっとおかしいと思いました。引いといてどうだったか。ワン菊池さん側は何の攻めがいいんだろうな。と駒が足りないのか。まあでも桂だと金寄りがある意味逆にと金をここでいきなりと金生産しちゃうと困っちゃうか。じゃあ、案外難しいのか。どうなんだろうな。まあでも格闘ある方がやっぱりだったかな。なんか本当に一手二手でどうこうって感じじゃなかったから。あ、いやでも桂跳ねはあれか、同角できるのか。ん？あれ？ここじゃないな。いや、すいません、なんか。どっかで変だったな。桂。いやー、でも単に桂でもな、気がするけど。
車が止まって嫌ですか？ふわ切れ気味かな。聞いて、まあ、取っちゃうと最後同金で頭金で済んじゃうんで、聞いて、いやー、いくらなんでもですか？いくらなんでも厳しい。いやー、無理があるか。あ、でもこれで飛車酔う。抑えられるか？意味ないか？案外なんとかなってんのかな？具体的に攻めろって言われると難しいのか？じゃあやっぱこうなるのか？ちょっとわかりませんね。なんか思ってたより遠回りの攻めだったんで、私の感覚が、この局面に至るまでの私の感覚が間違っていたのかな、むしろ。これぐらいしか手がなかったのかな。とりあえず、これはおかしかったね。気にしていた方が、まあ、いいのかな。さすがにここで飛車回りは不慣れで終わってるな。同歩同角飛車。同歩同角。角取って、いやー、こっちの方が良かったか。叩きは同金で取って、この方が良かったのかな。なんか今見ると単に同歩の方が良かったか。どうも良さそうですね。相手が何も言ってこないからもうしょうがないね。私のレベルで一人で感想戦でもいいだからな。あなたが後手です。できないってことはないんですけど、対局開始。よろしくお願いします。この子名前なんだっけ？リンちゃん、アバターの名前。
それでも歩むは寄せてくるなのは分かるんですけど、ちょっと玉だけは寄らせてくださいね。足はどうだろうな。こっちは穴熊ではない。まあエルモにして、エルモが来い。金こっちどっちだろうな。まあこっちが普通ですか。やっぱり橋は一回、あ、向こうからやってくんの？それはちょっと予想外ですけど。これは歩突き豆腐飛車回りは本郷歩突いてくるってこと？角成り同桂。いや、これ金上がりじゃない方が良かったな。ちょっとそこに銀がいるままなんだったらこうかな。ちょっと金ここじゃなかったかもしれない。これ歩突いてくるってこと？ん？あ、まあ取ったら歩で引いてってことか。なるほど。じゃあまあ金上がって頑張ってみるか。あ、いや、そっか、それがあんのか。取って取ってはさすがに終わってるもんな。歩はぶった切ってくくなり、だから全然ダメなの。あー、やらかしたか。いやー、これ歩はいけん。いやー、ちょっとこれは全く自信なし。自信はない。まあ取って取って取ってで全然。あ、まあ、それで全然問題ないってことか。いや、まあ、そりゃそうか。一回寄って何か打たせて。いやー、でもね、こうやって打ってもあんまり意味はないね。いやー、やばかしたね。ここから勝負になるだけですごい状況ですけど。あ、というかごめんなさい、あの画面がね、誰も何も言わないから何もしなかったけど。いやー、なんかそれはワンチャンないの？わざわざ変わってくるとは。まあ相手の駒が増えるからね、全然良くないんですけど。
相手の駒がどんどん増えるだけ増えて何も良くはないんですけど、今一回入った方が良かったか。まあでもそれと言われてよくわかんないか。いやー強者しかないんですよね。ひどすぎない？知ったんじゃ勝負にならないか。かなり飛車から進むのかな。飛車浮き、いやーちょっと全然わからないな。全く自信なんだけど、なんかこっち取れたからラッキー。こっち取れたんで、まあもしかしたら勝負になるかもしれない。いやー取ると消えない。ダメか。竜。角ここじゃな。ここに不要ではですね。まあでもそこに不要ではなのか。いやー本当はね、一回この馬をなんとかしたかったけど、ちょっと無理。いやー寄るってこと？それで寄せる自信ありっていうことか。いやーわかんない。まあでもこっちの攻め遅いもんな。5分。あまりにも遅い。だって反対から攻めたいんですけど、反対から攻めるって持ってないからね。てかあんだけ駒持ってるのに、なんで相手の攻めはそんなに急なんだ。やっぱり強者1個離して打っとくんだったかな。いやー無理だ。手がない。あれに角から銀みたいな。なんでもないような手が一番危険か。相手も駒を持ちすぎててどうすればいいかわからないのかもしれないですね。ときさんこんばんは。よし、一応上に上げとこう。はあ、なんかあの、いやこれ、こんなこと言うと失礼だと思うんですけど、まるで初めて会った時のナウシェさんみたいな状況なんですけど、もっとやれることあるだろうって。なんだろう、これは一応、紐ついてるかな。一応紐ついてるんで、もう金張りすぎちゃうんかな。いやーでもそれはちょっとね、強者なって
まあ竜どこ行くかですね。あ、まあ数足せばいいじゃないっていう、そういう話。まあね、もうね、こっちから言うのはアホなんですけど、金打ちはなんか無理やり強とか打って取って走ってくるかな。まあでも一回金打っちゃうか。これは受けんとは言わないけどね。いや、真面目に、なんでこんなに駒を持ってるのにそこまで大変そうにしているんだろう。何しろ、もうあの、向こうって、まあ、なんてかは絶対安全なわけじゃないですか。やっぱ何銀引いて金寄、何銀引く金寄るまでやって詰め色になってるかわかんないぐらいなのに、一体相手は何を考えているのだまあね、あの、こう馬を抜かれたのはね、相手としてもだいぶショックだったとは思うんですが、ああ、まあそれで、いや、俺、切ればいけるってことか。3分。いや、そうか。切ればいけるっていうことですかね。切ればいけるんか。はい。え？いや、わかんない。取ると？あ、まあ、ここで取ってくる。全然分かってない。まあ、取って取って逃げてき、取って金で済みか。ありがとうございました。こんな時もありますよ。いや、これ最初ひどかったね。考えてみればね、あの、三金、普通に三金飛車相手にしたら、ここでやるからね。これは終わってますね。いや、終わってないのかもしれないけど、私的には終わってるな。というわけで、いやー、ダメだな。ときさんお願いします。なんかでも早めに終わりにした方がいいかね。どういうこと、どういうこと。投了するって意味じゃないし、あなたが後手です。振り飛車だと先手と後手ってそこまでの、まあ、あの、トキさん先手になったんですけど、あ、中飛車をやるっていうことか。そういうことか。中飛車でね。で、別に、あの、後手は違う戦法にすればいいだけだと思うんですけど、そこはどうなってるの。確かにね、あの、あ、まあまあいいや。船囲い。
ね、君雄さんか、君雄さんが来ましたけど、後手ご機嫌中飛車なんて、消息が辛くてやる気がしないから、先手はご機嫌中飛車でも、後手は三間飛車だよと。あやばい、謝った。ちょっと相手美濃囲いだったんで。まあ、この場合は、居飛車穴入っちゃっていいですかね。お、木村美濃。木村美濃ですよ。急飛車の戦いとは思えない木村美濃。あ、やっぱ一直線穴熊は先にくっつけないと出ないんだ。松尾流穴熊。松尾流に一回組んでしまって、風化しちゃう、まあ、しちゃうく。まあ、この風、しちゃうき。しちゃうき銀風、引く。夜ふわっとできるしゃうきかな。服と角、服と角はしかし見えない。服銀ふとる、なんか別に相手何も、いや、あー、いやでも一回この歩ついとくんですか、こういう時は。銀出させてどうすんの。いやでもこの歩を、この歩取り込む手を守る手段がないから、これで一応ここが受かってるよと言えるはず。で、これで。あ、でもっすか。角があんのか。そっか。浮いて取って取ってはさすがにですよね。飛車寄る。引いてな、まあ引くか。さすがに。これ歩ついてくるのは。どうしようかな。いっそのことは銀また出ちゃう。それか角もあるけど。相手としてもこのままだと、歩、歩なり。角かな。角じゃダメか。銀だな。いやーちょっとね、おかしかったですね。あーまあ、これでここに来ちゃうのか。取って、取ってよって言う？まあ、いや、ここの方がいいか。あ、でも、ここに来ても、こう言われるか。いやーこれ、角成り。飛車いじめてきてっていう手は、あ、まあでも、成りだと、浮いて。ならずは回ればいいか。そうですね。いやーそれは一回取っとく。取って入ってこえて。まあでも取らないとちょっとここが潜り込まれた手がきついかな。まあこれがどうなってるかですか。
相手から早い手があるかどうかですね。しんたさん、こんばんは。まあ、いやー、ここ行きたいけど、そうすると同桂で角なった時に、ここが数増えちゃうんでね。しかも、桂跳ねた時に、行くところがちょっとないんですよね。まあ、歩突き同歩歩とかで頑張ってみるか。でもそれ歩突いて桂跳ねてきて、やっぱなんかいまいちいい手がありませんね。は引かせて、ここに飛んでこれちゃうんでダメですね。いやー、いい手がない。ちょっと思いつかない。来られると、アナウンスさん、こんばんは。こう出てもね、あんまりいいことないし、いやー、どこがいいんだろう。空中同歩歩でもなんか角がスーッとできん、ちょっと一回ここ伸ばしとこう。まあ、これが何なのって言われると困るんですけど、あまりにも手がないので、もうと金で勝てるよと。まあ浮くと成銀入ってくるわけですよね。いやー、まあでもそれで行くしかないか。これで歩もなめないし、成銀入ってきて歩を払って、それで頑張って攻めていくみたいな感じしかないかな。いや、でもこれ歩払うのは桂馬の方がいいかな。桂馬ぴょんぴょんの方がいいか。まあ成銀ですよね。成銀に銀また引くんかな。いや、バカ何そのバカみたいな動きは。相手が何の駒も持ってないということを、もう前面に押し出していくしかない。いやー、やっぱり何人引くんかなあ、飛車浮き。飛車浮きでこの方のやってきた。5分。跳ねて、跳ねて、と、で跳ねて、いやー、まあもう跳ねるか。ちょっとね、手が分からなかったですね。いい手ないんで。これはちょっとな、まあ、何人ぶつけ合えてだと、いや、まあここに飛車なるのか。これが当たり前の一手かめちゃくちゃ安全にこう何人寄る手もあるけど、まあ飛車なりが普通ですね。で、これ取るのか、それかまあ逃げるのが妥当ですか。さすがに
歩。まあ、1回歩かな。とんでもねえやつですね。まあでもこれは一応ギリいけない。取って取ってだったらまあ。同角か同金かなんですけど。同角。取ったら取る、うん、それはなんとかなってそう。なんだこれは。これで取って取って金とかで絡めない。何言ってんだこいつですか。いやーまあでももうそれぐらいしかねないんですよ。それぐらいしかちょっとね思いつかないわけでして、金が寄られて霊牧手がないのかな。金、あ、まあ、金引きがあるか。金引き。桂馬もここに竜がいるからダメだよな。いやー、やっぱ銀。銀打ち。まあ、同金、同歩ない、同角。桂。いやー、そんな絡み方はないよ。そんな絡み方はないんですけど、ちょっとその竜、ここから消えてくんないかな。この筋から消えてくんないかな。まあでも、ここに、この歩の筋に変えてもこうなんだよな。こうもうちょっと張り付いてきてほしいんですけど。2分30秒。張り付いてきてほしいんですが。シントさんありがとうございます。いやーちょっと手がなさすぎですね。2分。金ぶち込みは絶対無理だな。なんか完全に手待ちするぐらいの感じでやるしかないか。桂だけ打たせて、桂だけ打たせて、いやこの竜がこの辺になければここに桂なりの手が発生するんだよなと思うんですよ。1分30秒。銀打ち取って取って取って金。いやーそれじゃねー。一応角は取れるんですけど、取れるから何なんだっていうね。いやーわかんない。ダメだ。ちょっと他の手が思い浮かん、なんかね、この角を使えればよかったんですけど、ちょっと思いつかない。あ、別に角取れるわけないな。角取れるというのは錯覚でした。
いや、先系統だったな。先に系統でした。ちょっとこの攻めは、そこだったがこれでいいね。金引とかの方が嫌でしたね。金引陣内で角ここに出られるから、それは嫌だったんですけど、まあちょっとね、これ下が、いやー、まあ銀渡して何も良くないんだけど、回避君も角打っちゃうか。いやー、角打ちじゃちょっとな。まあ銀引くか。30秒。なってドキナ角打って、まだか逃げてって、逃げてってどうだろうな。逃げて自信が、まあいや、なんかそれ取っちゃうとまあなんとかなるかもしんないけど、なんとかならないよな。なんだこれは。なんとかなる局面にできたけど、時間がなさすぎてダメですねこれ。いやー、ちょっとね、取れないんだもんな。20秒。いやー、ちょっといくらなんでも無理すぎた。取って銀埋め、ん？あ、いや、じゃあ銀じゃダメか。10秒。おお、それは済ましに来た。いや、でも済ますのは相当むずくないこれ。もうね、ここで歩とかね、アホすぎるんで、ここまで手が見えないんだったらもうちょっとなんとか。あ、いや、え、金だと最後一手ですまな。いや、それだとワンチャン済ませられるんだけど、いや、ちょっと時間が足りない。無理だ。これは無理だ。あー、ちょ、馬入って。時間切れです。ありがとうございました。いや、ちょっとそれだと済んでましたかね、多分。何コマ打とうとしてんだって。いや、でもこれ、銀打ちでも積んでたか？あ、いや、銀打ち積むか。いや、ごめんなさい。銀打ちでも積んでるか。積んでる。今入った方が簡単だと思っちゃったけど。銀打ちで積んでるわ。銀打って寄ったら馬で、取ったら金でいいんだもんな。取ったら金逃げるまでいいんだから。いや、銀でよかったのか。最初に取った方でよかったですね。なんか穴熊さんが壊れたのに穴熊で負けてしまったんですけど、で、ですね、ハンガーは、そうですね、まあ、ここ相手にしない方がよかったんですけど、まあ、これは、まあ、ここは、これ、7七歩成同金は、穴熊は関係なくて、困っ
ちゃうと思うんで、まあ銀打てば受かるんですけど、取って取って銀打てば一応受かるんですけど、いやここで銀打っちゃダメだろうっていう話なんで、まあ取らないで攻めてよかったような気はしますね。まあただそれでも取ってと、まあ問題はここか。だこれこんな、なんだろう、頑張んなくても、剣取った方が簡単そうに見えるけど、まあでも剣が取るのは確かにね。まあ、桂取ったんだったら、3二銀捨てで済めばいいんだけど、金持ち竜逃げ金、ああいやそうか、金一回こう入れるからこれで進むか。こう、あいや違うな、これで進まねえな。金捨て同玉竜入って金だよね。で3一竜、うん、横に引く駒持ってないよ。あいやじゃあ取ってでいいのか。いやごめんなさい、もう一枚いるからいいのか。いや、すいません。本当に、自玉済ませるの下手くそですね。てか、そもそも私が後手なんだから、盤面逆にしようよっていう話ですけど、まあ、ただ、私と違って、トキさんはこれ時間あったんで、ここは済ましに行って、よかったですかね。まあ、これ、もしやるんだったら、もしやるんだったら、ここは、いやーでも、自分、あれか、これもう、3七歩成があるからダメか。こうじゃ遅すぎるか。これじゃあ、同玉系で、大体アウトだもんな。大体音がダメか。でもまあ2枚飛車だから取っての方が。なんか、わかんないんだったら、やっぱり、この方がよっぽど、きつくない？
や、でもこれ、これ私の方は同銀の方がいいんでしょうけど。相当諦めムードでしたかね。まあでも同銀に、ちょっと瞬間的な崩し方がわからないけど、わかんないか、桂跳ねてなんか。いやでも歩じゃ遅いか。歩じゃ遅いですか。かといって金張り付いてだと、取って取って、埋められたらどうすんのっていう話で。いやいや、積むわけないんですよ。ポキさんが積むわけないからね。積むはずがないって。だって私が、時間使ってたのってもう相当前の、局面悪くした時ですからね。まあだからこれ変に歩成りを受けようとかじゃなくて、飛車をもう8四に置いちゃって、いう方が良かったかな。いやーまあね、これがかなり、むちゃくちゃなんですけど。じゃあ時さん側はどうすれば寄せが分かりやすいのか。まあ、ここでちょっと間違えちゃったんで、割となんか頑張って寄せなくちゃならなくなってしまったんですよね。いや、でもなぁ。じゃあ、わかんなかったらやっぱり銀打っちゃうのが一番いいんじゃないかなぁ。これでもう馬は作れるけど馬しかいないですから。いや、桂馬だと取られちゃうじゃないですか。桂馬だと角直れて取られちゃうじゃないですか。今、竜が言うんで、叩きとかもないんですかね。まあもちろん、この竜が動いちゃダメなんですけど、この竜が動いちゃダメなんですけど、でもまあ、どの道、馬は作られちゃうんで、まあまあ関係ないでしょ。今、この瞬間に歩叩かれても大丈夫ですかね。桂馬だと、もう、
何もない攻め駒は何もないところから急に1枚増えるんで、ありがたいですね。いやー、どういう寄せが簡単なのかな。まあ、ただではないけど、一手で取るわけじゃないから、ただではないけど、相手に2手かけさせたと取れますから、2手かけさせてる間に、私はあなたの玉を済ませますから関係ないですよって、まあ、済ますまではいかないかもしれないけど、寄せちゃうから関係ないよっていうね。さすがに一回通る。まあ、取ってどうすんだな。いや、まあ、取って銀とかでいいのか。取って銀とかでいいの。まあ、どうしてもよくわかんなかったら、まあ、本譜と違うんですけど、いや、まあ、本譜と違うからやめとくか。これは済ませられるんですけどね。金捨て同玉っていう。で、金入れて、竜入れば、まあ、もう一枚いるんで、取っても相棒は効かない。けど、まあ、そこまでとは言わないんで、銀がな、やっぱ重すぎるんだよな。本当？まあ、例えば、桂馬打っちゃうとか、一番桂とか。一番桂とかでも呼ぶかな。一番、まあ、同銀なら竜入ってきますし、同香は銀。あ。まあ、同居なら先に竜切ってから、銀とかで。いや、これだとちょっとおかしいか。これだと自分がやばいか。いや、もちろん済むのは分かったんですけど、なんかどういうのが分かりやすいんだろうっていう。済むことは、まあ、こんだけ時間がかかったんで、分かったんですけど、何が分かりやすいんですかね。まあ、ここでね、私取らないっていうとんでもないことをやってるんで、じゃあ、ここでなんかうまい手ないんですかね。いや、ただ竜呼ぶのか。ただ竜寄るか。ただ竜寄って、もし銀で受けられたら、どうしよう。銀で受けられたら、ちょっと無理か。まあ、だからこうの方がやっぱり
こうの方がやっぱり読みやすいか。今、いや、持ったのが銀で、いや、袖何の日よねって、銀で、この時に、まあ、この時に私が分かってないんだけど、ああ、そうか。これでいいのか。ということで、トキさん、わかりましたよ。こんな感じで。やっぱり、なんだろう、確実に。あれ、今の、粘れんの今の。嘘。今のが粘れるんだ。今のが粘れるんだとしたら、まあ、9位者では、多分投了してもおかしくないんで、投了するかもうね、何もしないみたいな感じですから、あったとしても関係ない。まあ、うん、やっぱり、詰ます方法がわかんないんだったら、ナウセさん流で駒得しましょうよ。取って、これもう不妙だから取るしかないですけど、取って、で、これも受けないとだから、金打ってくれるんで、こうしたらもうまた私の持ち駒は銀しかないから、これで別に自分は平気だしっていうんで、なんかゆっくり構えてればいいんじゃないかな。うん。で、まあ、ここでなんか、金なり銀なり打てば、2一の地点は受けられないので、しいですよと。なるほど。いや、というか、トキさんいるか。まだいるかな。まあ、そんな感じで。ではですね、シンタさんは大丈夫ですかね。ちょっと大変お待たせしてしまったんですけども、お時間大丈夫でしょうか。いや、最後、私の時間切れ負けなんですけど、最後、一応、オリバさんのために説明しておくと、最後、私の時間切れ負けではあるんですけど、私の勝ちになっちゃったんですよね、局面的に。局面的に私の勝ちになってしまったので、あ、まあ、一応出しとくと、最後、こうなっちゃったんで、ちょっと3秒しかなくて私にさせなかったんですけども、急に勝ちになっちゃったから、いや、さすがにこれいくらでも勝ちようがあったはずだから、どういうのが分かりやすいんだろうっていうね。では、大変お待たせしました。ようやくね、なんか分かりやすそうな勝ち方があったので、ご確認お願いします。ということで、シンタさん、よろしくお願いします。あなたが先手です。対局開始。あんまりこれ、対局する側の私が大丈夫じゃないけど。なんかね、エフェクト出したいから先に剣飛車呼ぶか。あーと思ったら、いやー、でもこれ銀、まあ、銀で、銀飛車、まあ、銀飛車でいいか。右剣飛車急戦。なんか、このエフェクト出せるなら出したい的なね。あ、いや、今、ここ服引けなかった。まあ、いいや。ちょっと今、受ける必要は必ずしもなかったですね。
まあ金よっぺで出雲囲いですね。これはちょっとついてもらってありがたい意味があるので、おちまちなんだ。飛車呼ぶと歩、飛車呼で歩、飛車呼で歩、歩なりと銀取り込む。まあでも呼ぶかな。ちょっと香車をここまで上がったのがよくわからないですけど、基本4オフしかないと思うんですが、まあ、これは、この形の犬もこいとどこね、こっちが取らないとなんで、いやー、これ強者、ここだ、ここの歩もやったんだよって。いや、まあ、クリミフかもしれないけどね、本当はここに手待ちでここに上がりたかったんだけど、角こう出たい可能性が結構高かったので、みちさんこんばんは。ブドウするかな。割り打ちの角はきつすぎるし、さすがにさすがに割り打ちの角は自殺級なんでダメですね。ここをなんとかしないとね。スキスケの角ってなんだよ。おっと、これはなんか違う手がありそうだけれども、ただ、金駒をこがめちゃうと、ここに打ち込む、いや、むしろここに打ってるか、ここに打ち込む可能性が一応あるので、叩きの角って、それ完全にただのクリミフじゃないですか。新しい技じゃないよ。まあこれ控えて隠すんですかね。ついてて、下段まあ下段の角はねきつすぎるんですけども、苦肉の策ですね。まあこれ飛車回りくらいしか、これ歩成り受けるのに、いやー、だから、船に、金とかのめちゃ苦しい受けですかね。いや、どうしようかな。これ、ワンチャン。これ、ワンチャン、KK っていけるかな。7分。
いやー難しいか。うん、上がる。歩なり。同飛。同飛同桂。相手の陣形が勝手に崩れたというふうには見られるんですけど、歩なり同金をやる価値があるのか。歩なり同金、角なり同飛車。そこでなんか持ち駒の銀でなんとかなったらいいんですけど、なんないよな。桂馬かな、桂桂。いやでも桂馬ねえと歩成りがめんどくさくなるから、いや何がいい、桂馬跳ねてくる、桂桂桂。いやーでもな、いや桂馬跳ねるか、桂馬跳ねて金ぶつけようか。ああ、だけど、それは厳しいでしょうと見て、これはまあ、同飛車でいきますね。まあ、これはさすがに相手の陣形がそんなに良くないから、いけるでしょう。同桂でね。ただ、この角、ここに効いてるんで、今度は注意ですか。まあでも次歩成りですね。なんでそこに打ってきたの、ちょっとよくわからないですね。あのせっかく角いるんで、角の息が狭まるのはね。まあこちらはこれがあるんで行きましょう。まあここはさすがにね、5分、正直銀持ってたらもう何でもいいんで、受ける駒がない。金取る、金、まあ金、金取った手で詰めでいいんだよな、うん、金取って上がって桂跳ね、桂跳ねって馬で馬、うん、まあ、だけど埋められてよくわかんないか。埋められて、埋められたら、もう一回取るの、取って取って、いやーちょっとわかんない、取って取って、あー埋められたらどうすんだろう。これ銀取ってきたらさすがに飛車と、まあこれで向こうが持ち駒金だから、まあいきなりバシッと打たれないから、金、なんか今もっと鋭い寄せあったんかな。なんか受けられてよくわかんないですね。いやー飛車こうじゃなかったかな。あ、これは詰めでいい。で、桂跳ねて、までどこ行っても、馬上がれば、詰めですね。
完璧な指し回しでした。あ、だいぶじっくりした展開になりましたね。対局ありがとうございました。なんだこれ、強者をそこまで上がったのはクリミスかなんかなんですかね。本当は角だった。そんなわけないだろうって。いや、そんなわけないだろうっていうのは、ドミニクさんが普通に美濃囲い組んでたら、相当びっくりですよね。1三角だったのかな、本来は。いや、ドミニクさんが美濃囲い組んできたらびっくりなんですけど、何って。というか、画面上に表示されてるのにね。戦場にドミニクさんが表示されてるのに、チェックが入ってないことが分かるのに、なぜかドミニクさんだと思われてるっていうね。まあでもそれはいいや。一三角だったな。一三角が、角だと、まあこれは歩つくんですかね。4五歩かな。4五歩2二銀とかで取り込んで、でもこうすると歩がないのか、歩がなくなっちゃうのか。1三角に、いや勝手に1三角っていうことにしてますけど、ちゃんとにするか。勝手に1三角だと思っているけれども、でもこうクリミスとして考えるのが1三角ぐらいなんだよな。強者側より1三角の方が三間飛車自然だし、1三角だったの、これね、例えば飛車寄って金出てとかやると角出てこられて、まあさっきね、私が困ったような手順があるので、ね、そういうことがやりにくいよと。ただ、でもこの状況だと4五歩がちょっと嫌な気はしますが、同歩と取っちゃうのかな。同歩と取っちゃって、角成りに、いや、無理か。角成り、ダメか。あ、単に4四角。単に4四角の方がいいのかな。単に4四角。単に4四角でいいのか。桂は普段の金。ただ4五歩、の方が大渋滞してるので、なんか4五歩の方が得な気はするけど、でもまあ、角出ます。角出ます。銀上がります。
いや、違うか。もしかして、各部フィルドかな？私の身囲いの方が硬いですっていう。いや、そうかもしれない。1三角、4四角には、きっと、あ、じゃあ、私の方が硬いですって言って、各部フィルドか。そうすると、まあ、これは、刺すと、ここに引くという手もなくはないけれども、一回6六角と引いて、さあお取りくださいという手もあるけど。振り飛車相手にこの音やったことないよ。いや、それ相掛かりでしょ。相掛かり？あ、見え、ミレニアムね。そりゃそうだ。ミレニアムだったら、まあね。まあでも、素直に取っとくか。取って。ナルセッシャっていうほど、なんかナルセさんの四間飛車、どうなんだろうな。いや、それ言ったら私も何が何でもっていうほどじゃないけど。いや、でも私がシルバー角って言われてた時は、本当にここに角打つことぐらいしか考えてなかった気がする。これどうだろうな。じゃあ仮に角出て歩ついて、ああまあね、得るものね。いや、あの角、受けにも効いてるのがずるいですよね。なんで桂馬守れてんだよって。この桂馬まで守れるというのは話が違いますよね。8七の地点を2枚の角で攻めてくるっていうのはね。うわ、結構きつくなっちゃいましたかね。まあ金上がりはやっぱ苦しすぎたんですけど。断線駒がないですからね。角交換の後の銀をどうして、まあ異銀の状態でこれでなんかこういう角交換は正直あんまり良くない気がします。個人的には。これまあ、クリミスが大元なんで。
角位銀ってこのままだこの状態が相手にとって攻めにくいから威嚇意義なのであって、十分な形になったらもうこの銀は使っていいんじゃないの？いとしん TV での説明も、まあ、あれ四間飛車ですけど、でもね、初心者向けの説明だったから、結構簡単なんですよね。あんまり、成瀬さんには物足りない。まあまあ時を見てね。なんか対局したそうなので、ちょっと対局したいと思います。あ、なんか入ったか、まあフリーや。とりあえずこれで最後にしておきましょう。じゃあよろしくお願いします。というか早く終わるというのは何だったんだろう。なんか来ちゃったから受けましょう。あなたが後手です。対局開始。よろしくお願いします。あ、中飛車の人だっけ。組み止めてきた。あ、いや、でもこういう中飛車じゃない。違う。15分だけでそれはすごいな。まあ、今いきなり一心飛車にする必要ないか。これは、ちょっと先に玉寄っちゃおう。あ、でもこれ、さっそうと金出てきちゃうかな。右四間飛車。おっと、どういうことなんだい。右四間飛車急戦。まあ言われるとね、というか、いや先に、なんか最近英語が怖いで先にハッシュをこちらからつくようにしてるんですけど、なんかこう銀上がってから知らんぷりして穴熊組まれると結構困っちゃってということがあるので、エルモ囲い、発射受けたら、イルモで間に合うんですけど、間に合わなくなっちゃうっていうね。てか、これ、中央に跳ねていった方がいいか。中央の方がいいのかな。この歩ついてない場合は、あ、そうそう、8歩ついての穴熊だと、それだと奇数的にそんなに気にしなくていいんですよ。なり時計。
回角出るんかな。相手の次の一手的なので一回待機しよう。まあ変化によってはこの強上がりが嫌な可能性はあったけど、まあでもいいよ。歩突いて同歩同桂成同桂歩、それはおかしいか。いややっぱりだったら桂跳ねた方が良かったかもしれないけど、いやー違うな。ふくふく、まあそっか、なんでやねんっていう感じですけど、ちょっと今の待機は変でしたね。いや今待機して強者上がれるぐらいやったら桂跳ねちゃった方が良かったかもしれないんですけど、そうなんだけど、あ、いや、ってか、銀ここだからいいのか。いや、銀ここだから良かったですね。端に跳ねちゃって、まあ、今更なんですけど。どっちがいいかな？ついてからかな？突くと突かれんのかな？あ、いや、そんなことはないか。まあ、これでやってみましょう。しかしないのに先に一度くっついてももしかしたら移車するかもよ。それはこれ4音と跳ねちゃダメ、跳ねてなって取って、いけそうだけどなぁ。いけそうだけどなぁ。これはいけると信じている。まあでもこれで銀も取れるから大丈夫みたいな。これでどうするかな、勇者さんとはどうかわかんないけど、いやこれどうする、さすがに一回金引いとくのが穏便ですかね。これで攻めるのは愚か者ですよと。まあ一回飛車とかね打ちたくなるんですけど、飛車打つ、取る。まあ、それは受けようがないか。飛車、銀、引く、角。そうすると角打たれるか。いや、まあでも、この角は大丈夫かも。まあ、銀出ちゃう、いやーこの歩払うもんかな、角が嫌、引くか、引いときましょう、引いといて、あの金銀3枚の囲いですよと言っておきましょう。いやただ先に飛車打ちもね魅力的だったんですよね。あの銀打ってくれるんだったら5分、
そう、それで銀を打ってくれるんだったら、これ角の時は角取る取ってなんかいい感じで潜り込めればいいんだけど、ちょっと手が思いつかないか。まあでも一回は角かな。それわざわざ入れてくるのか。なんだろう、これあんまり得してる気はしないけど、まあ角で、まさかね、これで取らないっていう選択肢はないな。と、まあ、一回取って、で、これもう一回書く？でも歩打てる？歩。まあ、書く歩は振りか。いやー、ま、なんかもうちょっといい攻めないの？いや、思いつかない。景気を拾って、景気、ここが銀ですからね。まあ、踏み切でいいかなと思ったんですけど。3分。これどっちがいいかな。でも、取って飛車成りって全然。まあこれ次歩成りで十分厳しいんじゃないのっていう、そういう話ですけど。いや、そりゃね、てか上杉さんのレベルで打ってくるわけないでしょっていう。角合うかな。これは私の攻め方が悪すぎるんですけれども、まあもうこれ玉頭とか攻めたいけどね。まああれか、今度はこっちに書くか。こう受けっすの、金取りですよと言っといて、取ると歩2分、まあ、取って歩で叩き、いや取って歩で叩き込む、跳ねる手は手が垂直のコピン相手危険ですよという風に言うか。うん、これ引いて合格の方が危険かもしれない。なんか今銀打った方が良かったですね。
まあこれ単に王手飛車でいい。でも竜取っても同桂、竜取って同桂がなんかちょっと悲しいんですよね。もうちょっとなんか失格のような寄せないの。何と、いやーなんかもっとないんですか。ただ飛ぶ、ただ飛ぶよりもっといい手。でもまあ2枚飛車の方が楽か。いやちょっと2枚飛車の方が楽だ。時間もないし、時間もないんですよ。いやでもこれ歩の方が厳しいんかな。歩、いやーダメか。1分で桂で、いやーちょっと待って分かんない。分かんない。ここは一応まあ守れてるというかそんなにきつくないよ多分。え、それなんだ、何の手だか全然分からん。減額が試合にないもんな。単に飛車でいい。いやまあそうなんですけど、いやーね、まあノータイムで正確に指したらそもそも時間関係ないっていう。いやでも切れ負けだからね。ヤスさん並みにノータイムならいいんですけど。30秒。いや、単角の方が良かったな。いや、角でしたね。角、金とかで、いや。20秒。銀。あの竜いらないし。いやーちょっとわかんない。10秒。いやーダメだな。ダメ、ちょっとやめます。うまく刺されましたね。ダメだ、刺せん。いやまあでも繋げばよかったか。繋げばいいか。ただ繋げばいいですね。ただただ繋げばいいですね、これ。ただただ繋いどけば。対局ありがとうございました。ただただ繋いどけばいいですね。うん。叩きの角は手震えすぎですね。まあでも取らないと竜突っ込んできちゃうからな。例えば、桂とかは厳しそうであるんですけど、あとで一回突っ込んできちゃうから、うまいちゃうんだよな、やっぱ。
と明快に弱んのか。って同金同歩っていうのがなんかな。まあね、実際これで金で繋いどけばどうしようもないとは思うんだが、こんな感じですかね。この対局何してたんだっけ？まあ時間ないのは、時間ないのはあまり5七銀型は見ないからね。この時点で時間使うけど。あえて一回風打ち同飛角。あえて風打って、さあお取りくださいってやらせといて、角。二回も食らわないか。二回も同じ角食らわないか。風打ちは潜られて意味ないかな。何が多いって言われると困るけど、終盤いかに適当にさせるかっていうことにおいては私はもうどうにもならないね。どうにもならないほど、いやでも成瀬さんの方がどうにもならないかもしれない。成瀬さん本当にさせないもんな。そうですね。いや、まあ、6七銀というか、7八銀の位置から活用を考える形が多いですかね。純粋にここの位置に行かない。7八銀、本当に7八銀のままだったりする人もいますし、まあ、6七銀、5六銀と、そこまで出てくる、腰掛銀まで出てくる人もいますし、はたまた7六銀とこっちに、7筋、こうね、こういう、そういうふうにこの位を取る人もいますけど、まあ、まあ、私の感覚でしかないんですけど、これ中飛車の動きですよね。
か中飛車指してきた記憶があったんで、なんかこれ、ああなんだ、やっぱり中飛車なのかなって思ったんですよね。どういうことかというと、ちょっとあの今すぐ四間飛車にされちゃったんですけど、例えばね、あの こういう押し返してくる手があるかなっていうことです。こういう押し返してくる手があるんで、あ、なんだ、結局中飛車にしてくるのかなと、ちょっと思ってました。あの、5六歩は別にそんな不思議じゃないんですけど、5六歩から5七銀だったんで、じゃあ、あの3軒はこれ、振りだけで、やっぱりこれ4六銀から5八飛車で、押しかけ銀絶対許さねえって言われちゃうのかなって思ってましたね。飛車は振りがきつい。ちなみに居飛車は指せない。いや、あの、この状況だったら、これで、あ、なんだ、相手振り飛車かってなったら、別に、あの、これはめちゃくちゃ普通ですからね、居飛車としては。居飛車としてはこれはめちゃくちゃ普通なんで、相振り嫌だったら、いや、そこで止め、あの、ここで、いや、そこで止めるんか、中飛車嫌だなと思ったら別に居飛車でよくねっていうふうには思うけれども、まあそこは好きな方でね。まあ、中飛車をすることよりも違う方が優先順位の違いですけど。それでも中飛車やりたいんだけどなんかちょっと勝ちにくいんだよなっていうんだったら一応今の手がありますね。対振りには、いやでも、あれか、中飛車刺す人はやりにくいのか。対抗系を指す方って一定数いるんですけど、まあいわゆるね、ファミレスのうなぎを出してくる人いるんですけど、中飛車じゃそれはないか。ファミレスにうなぎで、いやー、そう言われても、藤井猛先生が言うか出てくるんじゃない？出てくるんですかね。いや、これ、角上がって待機しちゃったね。普通に、あの、4五歩でも一応できそうですし、まあ、私後手なんで逆ですけど、もしくは昔は出てきたのかもしれない。今そんな見ねえなと思うかもしれないけど、昔は出てきたのかもしれない。単に6五歩と。で、くなぎ。同桂に。銀購入から。行を怠るなよって。
これどうなってんのかな。角打って。角打って桂取りを受けて、それに応じての手でよかったかな。まあ銀ここだからこの方が指しやすかったかもしれない。やばい、0時過ぎてる。いやちょっとこの辺にして終わりにしとかないとね。はあ、あの、いや、意味ありますよ。あの、私、明日ね、診察始まる前に投資とんなくちゃ、だから、うん、合わなくても当たるってすごいな。一体どういうことなんだ。桂跳ねると角引くで、あ、歩突きは平気なんで、食って。強者やる。いや、でも十分やれるか。やっぱりこれは、どっちでもいけそうなんで、攻めるんでしたね。なんか、ここで待機したのおかしくちょっと強者がられたんで、いや、ちょっと間違えたなっていう風に思って、ちょっと違う手順をね、選びましたけれども。まあ、これがあの、どっちも銀取りと見せかけて、こっちは銀取ったら、飛車金に当たるのに対して、そちらの銀取った手はまだ次が歩成りなんで、これは成立しなかったですね。まあ、銀、さすがに、まあ、金引きでも銀出ても、いやーでも出るんかな。5-5の。5-5の位取れるかもしれないんで。金化して5-5歩。
か。かもしれない。でもまあ、どうだろう。こっちに引いといて、いや、あ、そっか。こう出ると、ここがダメなんか。あ、ちゅ、逆逆。こっち。これがきつすぎるのか。金守ると、5六に投げて銀の方が、大変だし。ああ、そっか。じゃあ、こう。まあでも変わんないか。変わんないか。こう角で、まあ、いじめていけば。お前はこっちじゃなくてこっちかな。もう角、うん、この角違うか。角は一回引いといて。うん。でも、この方が難しい勝負でしたね。うん。これは、このさばき合いは明らかにこちらが良かったですね。こっちはなんか、そこそこ固められてますけど、陣形バラバラですし、うん。まあなんか銀を打ってね、ある程度固そうに見えるんで、ここがどうなってるか。で、ここ角の、まあ、王手飛車で、何系がすっぽいっちゃったんで、これは、状況的には完全に勝ってるんですが、まあ、じゃあ何すんだよっていうね。まあ、飛車2枚で攻めるんでしたか。ここに飛車を置いといて、端が一番安泰。端が一番か。あの、はい、まあ、なんかね、駒持ってましたから、端が楽そうでしたか。まあ、9八竜から、いや、まあ、いずれにせよ、端が良さそうでしたね。まあまあ、この辺で終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。明日ちょっとだけ早めですからね。それでは終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。よし、失礼します。